たにプレゼント。こんにちは、ご経過でございましょうか。全日本女子プロレス、今日は岐阜県の大垣市でやってました大垣城ホールからの放送でございます。ここはですね、昭和20年代の時のスポーツセンターでしてね、昔は大垣スポーツセンター、格納庫を持ってきて何かスポーツセンターでしたので、大変古い体育館ですね。古いことばかり言ってちゃうんですが、早速今日の放送席ご紹介いたしましょう。まずデリースポーツの阿部正行記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、三宅君、はい、今日は花のトリオ3人で、ちょっと寂しいね、平均年齢高いですね。平均年齢ヤング長坂いないし ね舞台女優がいないんで ね役しっかり一つ今日は、はい、フォローしてください。お願いします。まずですね、フジテレビ杯タッグトーナメント、伊藤様対92がですね、いよいよ準決勝ということで、北斗山田ペア、そしてもう体ボロボロなんですけども、長谷川吉田ペアが勝ち上がってきましたね。でこれに勝ちますと、8月15日ブルアジャと後楽園ホールで戦う。ブルとアジャってちょっと態度がでかいっていうかね、もう予選なんかいいと、とにかくもう一番上で待ってるから来いと、こういう感じで、まあそれだけ言われても仕方がないですね今ね。まあそうですね、抜けてますからね実力は。ズバリ予想はいかがですか。そうですね、実力通りなら北斗山田組、勢いなら吉田長谷川組と。ただね、北斗山田組はちょっとこう不穏な中丸のね、不穏なムードがありますんで ねそのあたりがこう勝敗を分けるポイントじゃないかと思いますが、でその決勝に進みますと、その後楽園ホールではですね、その決勝戦の他に、なんと山田トヨタの紙切りマッチもあるんです。紙切りマッチ ねこれがありますので、結構後楽園は大変じゃないかと思いますけど、つくづく紙切りマッチはね、もったいないことになってな気がしますですけどね、本当にもったいない、さあ、じゃあ今日も一つ元気よくお伝えしてください、よろしくお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。のりちゃんちもボホリンだって。そう、胃に優しくて早く効くから、みんなの救急箱に入ってるのね。みんなに優しいんだ胃に優しく早く効くバファリン。バファリン、バナナの美味しさが丸ごとケーキになった、山崎丸ごとバナナ。バナナを超えた。新しい地の薬ボラギノール A は止まって溶けて広がるトリプル作用、効き目アップで新発売。地にはボラギノール。来てかった来てかった来てかった。はい、来たかった。いからしの来たかったラーメン。洗い流せるコールドクリーム？そう、ポンズのウォッシャブル、優れたクレンジング力でずっと洗い流せます。メイクが全然残ってない。すっきり。ポンズのウォッシャブル。豆のふるさと北海道十勝産の大正金時、甘さを抑えてふっくら炊き上げました。自然が美味しいお豆さん金時。肌を明るく引き立てるソフィーナのカクテルレッド、心に残る深い色、微妙な輝きが揺れる3つの赤です。ソフィーナの口紅。永遠なるロダンを称え、2000メートルの高原でその美を競う第4回ロダン大賞典開催。美しヶ原高原美術館。第5試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーに井上亮とペリー・トマーク組の入場です。
年日本勝負を迎えました大垣城ホールであります。昭和63年に大垣スポーツセンターから大垣城ホールと名称を変えております。内装も新しくなりました。華やかな体育館大垣城ホール、これから華麗に舞うタッグマッチを迎えました全日本女子プロレスであります。アメリカからやってまいりました土俵の力持ちテリーパワー、今その力を誇示しております。井上京子、持ち味であります。井上京子、このタッグ戦はちょっと面白そうな顔合わせですね。そうですよね、やっぱりね、豊田と井上京子ね、はい、この2人が絡んでくるとやっぱ面白くなりますよね。そうですね。それからあの下田美誠が最近はあの、三田悦子とともに、まあ、一応あの北斗晶のね、軍団に入ってますけども、また相手が豊田ということで、ちょっと今日は違った感じのタッグ戦をやるんじゃないでしょうか。そうですよね、どんな試合かちょっとね。そうなんですね、この辺り大いにものであります。お、さあ早くも一人で受けて立つと、そういった感じを見せましたテリーパーでありますが、これはちょっと無理だったでしょう。改めてトヨタも早くも豪快に飛んでおります。豪快なキックを見せました。そして今度はダブルアームスープレックスでやります。右肩のあたりに何かちょっとあの受け身の時に痛めたってんでね、今日試合前から相当痛そうな感じでしたテリーパーは。ちょっと心配ですよね。そうなんですね、パワーが売りも、特に上手のパワーが売りもんですからね。そうそう、はい、ボブ矢沢にね、入念にマッサージを受けておりましたが、やはり相当分厚いテープを巻いて登場してまいりましたテリーパワー選手であります。さあしかしもう依然としてパワー売り物といった前回のプロレスを披露しておりますテリーパワー、ボディービルダーであります。アメリカでもそしてヨーロッパでもボディービルダーとしてなかなかの活躍を見せておりました。現在はまたプロレスラーとして日本に来て、いずれはアメリカを代表する選手になりたいと非常に大きな夢を持って日本に流れ込んでまいりました選手であります。さあバックを取られました。パニックドロップ、そして背中を一発。さあ京子の登場であります。井上京子登場してまいりました。そして今トップから飛んだエルボーを落としました。パンクにしてエルボーを落としまして、カウントは2であります。なかなか大きな技を見せます井上京子。さあ今度はロープに振ってどうしますか。逆襲であります。下田の逆襲であります。さあロープに振ってどうするか。フリーかドロップを見せております。下田の得意技の1つ、カウントが2つ入りました。遅い体下田沼。さあしかし負けん気だけは持っております。今度はトップロープから飛んでおります。カウントは2でした。後頭部に一発浴びしておいて、ここでトヨタ学にタッチいたしました。この辺りのタッチワークはなかなか両チームとも今日はいいようであります。綺麗な試合が展開されております。おお、今度は一気に試合時
間今10分経過がつけられております。さあまた買い上げました。これからどうするんでしょうか。ああ一気に前に落としました。トヨタマナミ、トヨタマナミにも紙切りマッチの日が刻一刻と迫ってまいります。さあ 3WA のタッグチャンピオンベルトを持っておりますトヨタマナミ、今日は島田美とコンビを組んでの登場ということになりました。大垣城コーであります。放送でははい、来週のね、うん、この時間にいよいよ髪切りマッチが予想されるわけですけれども ね、本人もだいぶそろそろ意識をし始めてるみたいですね、はいはい、今日も切るのはハサミだろうかマリカンだろうかなんて話を、彼女のそばでしてしまったんですけどこの試合は宮城くんのね、実況を担当ということになってますけども。あ、そうなんですか。初めて知りましたよ。いやいやいや、まあじっくりとね、両選手の話も聞いておいてください。そうですね、はい、そして今度は下田美濃が飛んでおります。まあしかし先のことは先のこととして、こうして毎日毎日厳しい試合が暑さの中続いてますんでね、毎日毎日の試合にやはり精一杯という感じなんでしょうね。さあこの試合は30分一本勝負のタッグ戦であります。まあさすがにタッグ戦慣れた4人の登場ということもありまして、タッチワークなんかなかなか綺麗ですけどもね。そうですね、スピーディーな展開ですよね、はい、女子プロレスらしいスピーディーなタッグ戦が展開されております大垣城コールであります。そして豊田真奈美登場してまいりました。おっと後ろに落としたバックフリップ、これは効いてます。思わず背中の方を押さえておりました豊田真奈美。そして今日は味方を痛めているテリーパーの登場であります。今日はちょっと動きが今一つでしょうか。さあ豊田真奈美どうか。おっとうまく懸垂でね逆戻りであります。なかなかコミックな動きを見せました執念のテリーパーであります。お今度は合体か、スープラトンであります。2人攻撃、さあ急増コンビではありますがどうなんでしょうか。やはり下田が出てまいりました。そっとバックを取った、バックを取って、さあどうでしょうか。と飛んだトップロープが飛びました。そしてリングの上では青ローリングクレードルが出ました。トヨタマナミであります。これはちょっと参った。さあ井上京子よく回っております。そして最後にどうするんでしょうか。このままホールの体勢も取ることができます。あトヨタ今日はやってます。いや徹底的にやっております。これは見事であります。いやちょっと回数を数えるのを忘れましたけども、今日は長いですねこれね。ちょっと非常に長いですね、おそしてこのまま決まるか。カウントカウントは2でした。危なかった井上京子、危なかった。ローリングクレードルが出ました。これは大垣城ホールのお客様大満足であります。トヨタの18番が出ました。リング上、さあそして一気にトンサルと飛んだ。しかしこれはうまくかわしました。さあ終盤を迎えようとしております。30分一本勝負たくさんでやります。今度は井上、おーっと一回転して回転蹴りが止め、うまいカウント。あしかしテリーパーが出てまいりました。そして下田美馬、さあ下田どう、あっと早くもかわされてしまいました。下田美馬であります。さあ豊田美馬が出番を終えております。ここは下田ちょっとね我慢しなくちゃいけない出番であります。ジャイアンツ陣が入りました。さあ5回6回7回8回9回、そして10回であります。さあフラフラの下田美馬ちょっと危ないぞ。カウントはどうでしょうか。カットに出ました豊田真美、これは当然でしょう。最近は月下の主人公としても登場しております豊田真美、今日のお客様にも大変な人気でね。そうですね、さすがにこういったタッグ戦では見せ場を作ってくれます。さあ下田これは見事でした。式のブレンバスター大技を見せました。岸野さん、はいはい、昨日ね井上京子はね、玉田理恵に30回転のジャイアントスイングやったそうです。あそうあ今度はトヨタ盛んに今日はムーンサルトを見せておりますけども、今一つでした。やはりどうしてもカットがあります。おお、ジャーマンスープレックスポーズ出ました。これもしかしカウントは2のようであります。
本勝負大技が炸裂しております。リング上であります。さあ今度もバックを取った。この馬ジャーマンのお返しであります。ジャーマンのお返し、そして上岸戦がトヨタクリーパーの間で繰り返されております。大勝ちをコールであります。リング上は井上京子、ファンにアピールして、さあどうするか、さあ買い上げて、このまま落とすかどうかであります。落としました、強烈。さあナイアガラドライバー、これは決まりました。井上京子18番中の18番になります。破壊力十分でした。下田馬なかなか止まっております。ナイアガラドライバー一発で炸裂。最後は井上京子が大技を披露いたしました。ああ井上京子のファンがね、声を合わせ手を合わせております。それに応える井上京子であります。久しぶり井上京子、気持ちのいいレスリングだったでしょうね。うん、今日は気持ちいいですよね、はい、最後もね完璧でしたからね。そうでしたね。あれはあの後頭部を打って本当に応えてますもんね、下田馬。はい、まあ、このところねちょっとね持ち上がらない内野からも多かったんですけどね、はい、このところね完璧に持ち上がってますからね。そうですか、いい角度で入ってます。はい、恐るべしナイアガラドライバー、今日も大垣城ホールで華やかに炸裂いたしました。井上京子、テリーパワー選手、こちらの方に戻ってきました。いやー見せてくれましたね、うん、最後はね。久しぶりにナイアガラがきちんと決まった、うん、なんかトヨタ選手がね、ローリングクレードやれば、井上京子選手がジャイアントスイングっていう感じで、でも今日負けちゃいましたね。今度は回し合戦でぜひ勝ちたいと思う、やっぱりその辺意識するものがあるんですか。大割ですねやっぱりタイトルも争ったし、はい、はい、じゃあこれからも、そういう場面が何度も見られるって感じですね。テリー頑張ったから聞いてください。はい、テリー。Wow, what a genius. I said it before, and I mean it. I mean it with everything that I have. This is a genius. I'm new to this sport, and it's incredible to step out there with people like her that they've studied, they know what's going on. I learn a lot. And then you step in there with Toyota, Mima, two incredible athletes as well. And with her and watching and some sense, someday it'll be me in there doing some serious business. 褒めてますね、本当ですか、ねね、とにかく勝ったから良かったってことですね。そうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。私は便秘に前向きです。運動をしてます。野菜とってます。でも困った時にはコーラック。朝穏やかなお通じ。インパクト by マックスファクターディオミリア、その美しいリップカラーはピュアゴールドコーティングパウダーの輝き、そして無香料、それはワイン&ローズのインパクト。マックスファクター、ドラミソン、私にごちそうしてあげる。ドンスビラSB フォンドボーディナーカレー。インパクト by マックスファクターディオミリア、その美しいリップカラーはピュアゴールドコーティングパウダーの輝き、そして無香料、それはワイン&ローズのインパクト。マックスファクター。ああ、麗しのメアリーさん、その白い肌、美しいプロポーション、君はまるでベストもやしのようだ。え、何それ。栄養たっぷりベストもやし。この汚れ、背中のあたりがザラつくんですよね、お父さん。そうね、バスマジックリンってさっと落ちますね、お父さん。そうね。湯沸かすっきりバスマジックリン。サマージャンボ宝くじ一等前後賞を合わせて1億円、デラックスレジャー賞は500万円。ただいま予約券と引き換え中。ハングリーカップヌードルプレゼンツ最後の恐竜王国、本物の恐竜化石とハイテクロボットが夢のドッキング、ゴージャスなホテルがカジュアルなイベント広場になった。 JR 品川駅下車5分、新高輪プリンスホテルにて好評開催中。本日のセリーファイナル、フジテレビアクトトーナメント
今日の全日本女子プロレスは江戸時代には大いに栄えました戸田藩十万石の城下町大垣にやってまいりました。大垣は日本のほぼ中央に位置しております。明治の初めには大垣県と言っておりまして、それがまた岐阜県に変わったわけであります。そして城下町にはいかにもぴったりといった感じであります。北斗晶登場してまいります。顔に般若の面、まるで岡村を思わせるような北斗晶堂々の入場であります。天国と今日はこの山田俊夫とコンビを組んでの登場であります。青いテープがいっぱいリングに散っております。大垣城ホール、さあ北斗晶の紹介であります。音楽が変わりました。今注目若いコンビの登場であります。体調どうでしょうか。陽気さを痛めて今苦しい最中であります。そして吉田もまた体調は思わしくありません。今日はお互いに悪い条件で大事な一戦を迎えました大垣城ホールであります。フジテレビ杯タッグトーナメント、ミッドサマー台風92、今日勝った方がいよいよ後楽園ホールでアジャそしてブルと対決するとこういうことになるわけですか。そうですね。まあ、決勝までねブルとアジャがねこうシードされてね待ってるという、ね、そうなんですね、まあ暑い夏の盛り全国各地を転戦しながらずっと苦しい試合を続けてまいりました両チームであります。北斗晶山田俊夫そして吉田麻里子長谷川早紀江試合が始まりました。まず長谷川の先制ソバット攻撃であります。これは当然でしょう。先に蹴っておかないとね山田って強烈な蹴りを持っております。もう連発であります。長谷川早紀江さあどうなんでしょうか。おおなかなか思い切って今のスバット見てどうですか足の状態、まずまずですか。そうですね、この頃ねこのところに比べるとね、はい、あの蹴りはちょっといいですね。良くなってるかも分かりませんか、はい、多分早いうちにね、決着をつけたいんだと思いますね。そうでしょうね、どちらも傷を持ってますね。はいはい、できますね。早くも強烈に顔面にねソバットが入りました。蹴りが入りました。さあ長谷川早紀江またもです。ちょっとグローブからニールキック気味長谷川早紀江であります。まず登場しておりますのが山田俊夫そして赤コーナーが長谷川であります。もう今度は山田俊夫のキックを顔面に受けてしまいました。後ろからまた強烈な蹴りが入りました。お返し一発そして今北斗晶が登場してまいりました。さあ今度は北斗どうするか。また顔面へ強烈な蹴りカウンターになってまともに入りました。さあこれはたまりませんね。長谷川のソバットが呼び水になってますね。蹴り合って感じです。はい、強烈なキック戦であります。そして今締めをされました。さあ今吉田麻里子が出てまいりました。おーおーいやー今乗っている北斗晶であります。まあ、自分の一歩をね作りました。そして下田さらには三田というところを引き付けまして新しい軍団を結成しています北斗晶であります。木刀が出てまいりました。まあ、問題はおーっと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 、山田とのコンビこの辺りがどうなんでしょうか。あれあれ木刀は使うなと、ね、そうですね今山田から注意があったようですね、はい、この肉屋線やった時もね、このコンビはね
やはりこういった点が宮城くんちょっと失敗でしたね。そうなんですよね、試合前もね、山田選手はとにかく競技だけは使ってほしくないんだと、この間もヒーローインタビューって言いますかね、終わった後のインタビューで、そうでしたね、ありましたね、はいはい、ちょっと表面化しちゃいましたね。うん、そうですね。ただね、北斗はねとにかく自分には自分の戦い方があるんだと、はい、何を言ってんだ山田、そんな感じですね、うん、そうですか。ちょっと待った、今ゴングが乱打されましたね。ああ、ちょっと背中を痛めたんですか。まあ、レフリーストップじゃないですか。レフリーストップ、はい、村山大地レフリーがちょっと無理だというふうに言ってますね。そうですか、長谷川ね、ああ両膝を痛め、しかも、まだね、腰を痛めてますからね、腰のね、血が溜まってるんです。やはり血が溜まってるんですが、そうですか、それね抜いてないんですよまだ、地味に変えます、全然その暇がなくて。ああ、そうですか。いや、ちょっと待ってください。今北斗晶、山田土屋がね仲違いしましたんで、そちらの方のレポートをね三宅アナウンサーに頼んでたんですけども、どうやら長谷川早紀選手、先ほどどうだったんですか。さっきのですね、ちょっとバックドロップ気味に押されましたか。そうですね、バックドロップがね、急な角度で決まってね、決まってましたね、その時首から腰にかけてちょっとダメージが広がったんじゃないですか。そうでしたよね、はい、何か首がガクッといったような感じでバックドロップ、はいはい、妙な感じで受け身を取っておりました長谷川早紀であります。あれ、さあ長谷川早紀選手が泣いてね、試合続行今申し込んでますけども、そうしますとレフリーストップ、試合続行不可能んですね。あっという間の決着になりますか。しかしもね、起きた後ね、ちょっとねこうなんていうんですか、完全に、はい、吉田麻里子、まだほとんど自分の出番はありませんでした。今本部席のマイクを取って、これはアピールであります。涙のアピール。北斗とですね、山田はさっともう一回ずに引き上げちゃったんですよね。そうですね、はい、我関せず今吉田涙の絶叫であります。控え室に届けたばかり、今北斗そして山田を呼んでおります。いや、そりゃそうでしょう。いや、山田出てきましたよ。山田出ましたか。山田出てきましたよ。山田は出てきましたですけどもね。さあ、いや、これで勝って嬉しいのかよっていうのね、アピールしてましたね。あ、そうですか。この手のアピールはね、北斗は一番効くんじゃないかなと思うんですがね、しかも後輩に言われてね、あ、北斗も出てきましたよ。北斗も出てきた、あ、北斗が今木刀を肩にゆっくりと出てまいりましたが、さあ一旦はレフリーストップ、今レフリーストップなんですけども、控え室からマイクでの絶叫を聞いて出てまいりました。挑発してますね。負けるのが怖いのか。ここまで吉田麻里子に言われて北斗晶、さあどうするか、さあどうするか。試合続行になりますか。ジミー加山審判部長が吉田のそのアピールを聞き入れました。なるほど、1対2でもやるという吉田のアピールが通りましたね。あ、はい、そうしますと長谷川先に関してはもうちょっともう控え室の方に戻りました。1対2で吉田麻里子がやる。吉田麻里子一人だけです。しかし吉田だってね、満身創痍という感じではあります。そしてタックスだーっといった、ローザンライトボームであります。これはカウント、あーっと3つだ。やはり最後全く山田敏夫を中に入れずに一人で戦いました。勝つには勝ったんですけども、北斗晶そして山田敏夫、このコンビ果たして後楽園ホールでブルーアジャを相手に戦うことができるかどうか。簡単に決着はつけましたが、やはり完全にもう山田敏夫を無視してましたからね、阿部さん。そうですね、今ね、これでカーッと来たんでしょう、山田も。やっぱりね、フォンのモードそのままね、はい、仲間、もう完全に仲間ですね。そうなんですよね、もともとね、ちょっとこの山田と北斗っていうのはキャラクターとしてもですね、タイプとしても合わないんじゃありませんかね。コンビを組んだのが大きなミスト、そういった感じもいたします。フジテレビ対タックトーナメントであります。あーっとまた木刀を振っている。
かしこれはよくありませんですね。はい、完全に敵視しております。山田北斗、こんな感じで果たして大一番を後楽園ホールで迎えることができるんでしょうか。何か相手は吉田長谷川じゃなくて山田敏夫だったような北斗晶、さっと今北斗を肩に担ぎまして控え室に引き上げていきました。解説が一戦を前に風球をつけている感じの全日本女子プロレスであります。インタビューしようと思ったんですが、とてもご覧のようにインタビューできるような状態じゃありません。全くもうお二人の仲間流状態がずっと続いております。このまま控室の方まで続いていくようであります。とてもインタビューできません。日本直案15周年記念テレビショッピング、ノーブルな表情、黒い文字盤にひときわ輝く5つのジルコニア、この時計クォーツタイプで月差プラスマイナス30秒と機能性も十分、ガラスは高質クリスタルガラスを使用し傷もつきにくいんです。3気圧の日常生活防水ですので少々の水なら平気。こちらがおしゃれな女性用、こちらは直径30ミリのダンディーな男性用です。どちらも文字盤に美しいジルコニア5つをあしらったハイグレードな時計、ボルカスウォッチ1個6800円、6800円の15周年記念価格、お見逃しなく。なおペアは1万2000円とさらにお買い得です。お申し込みは東京 03-3943-1000 番へ。知っています、いつだって下着の汚れは不快です。だから私はリフレイン、無水からつけてる感じがしなくって、木綿の下着の肌触り、毎日さらっと清潔です。リフレインスリム。中村徹、夜食亭生ラーメンに挑む。手応えあり。新登場、誰でも美味しく食べられるエバラ浅漬けの素。ここに1枚のサロンパスがあります。凝ったところに直接貼れば効き目がジーンと浸透して肩こりをほぐしてくれます。貼って効く、なるほど効果のサロンパス。久光、この夏新しい愛に出会いたい。アワーズエンド。本日のメインイベント、ロフリーカンパシー60分日本勝負を行います。騒然としている大垣城ホール、今日のメインイベントを迎えました。今日のメインイベントは賑やかに6人タッグマッチであります。さあ、全日本女子プロレスを引っ張って頂点に立って、今プロの中の単独十分にファンの声援を受けながら花道を通ってリングに登ってまいります。バット吉永、渡辺智子を従えております。ブル中野の登場であります。今日は横尾と160分渡辺智子。今日は体調が十分ではありません。左足が心配です。渡辺智子、横尾と水田強烈な破壊力、今日もまた蹴りを見せるかどうか。バット吉永、そ
象的な存在感、女王ホルン中野が紹介されております。さあブルがリングに上がれば、今度はアジャコングの登場です。アジャコング神谷より伊藤薫組の入場です。全日本女子プロレスは今やまさにヒールの時代を迎えております。そして人気を二分しております。ブルー中のアジャコング、一方の言うアジャコング、遠い感を手にいたしまして、今赤コーナーに登場してまいりました。赤コーナー逆に逆に100コリパース、伊藤薫組、同じく逆に逆に100コリパース、いやー三宅君、東遊館大丈夫だったか、今本部席の方に行って発表したよ、一瞬ドキッとしましたね、今のは。いやーでもこれはちょっとただ休みそうもありませんね、今日はすごいリングになっちゃったね、北斗山田はね、はい、仲間あれあり、最後はちょっとシャレにならないかもしれませんね、これは本当に。さあ依然として不気味、静かな睨み合いがついております。ブルー中野、そしてアジャコングであります。こうなりますと一応6人の選手が登場はしてるんですけども、安倍さん、私たちの目に映るのはやはりアジャとそれからブルー、この2人だけということになりますね。やっぱ存在感がね、ちょっと他の選手たちは違いますね、はいはい、さあそして一応今度は渡辺バットナ吉永、この2人がアジャコングに襲い勝っていきましたが、なんと2人またかけて軽くでやります。おおっと湧き上がる歓声、すごいですね。さあしばらくはこのアジャコングのねプロレスをご覧ください。いつもだったらバット吉永が多く見えるんですけども、今日はもう全然小さく見えます。存在感が全くありません。そして今どうでしょうか、ようやく神谷美織が登場してまいりました。今日のメインイベントはご覧のように6人タッグマッチであります。アジャコング神谷美織、そして伊藤薫、ブルの花はバット吉永、渡辺智子を引き連れての登場であります。さあ髪の毛を掴んだこの野郎バット、さあ今度はどうするか、あーっとヒップアタック、やはりあのバット吉永には通じますね、さっきはあのブル中野に聞きました、しかしこれは全く通じませんでした。高いところジャガー横田直伝と言われております、ヒップアタックを見せました伊藤薫。さあ今度はおおアジャコング、アジャコング、アジャ取りました、110キロであります、これはそのまま狂気になります。さあおおおおおこれが何とも愉快な攻撃、あれだけでフラフラでやります。そしてお待たせいたしました、ブルーアジャ、大垣城ホール満員のお客様大喜び、これがやはり今全日本女子プロレス最高の対決でしょう。その通りですよね、はい、もう申し分ないですしね。三宅君、アジャがまあ大体やはり100キロ、110キロとさっきあの、そうですね、大体110キロぐらいですね。110キロありますでしょ、ブルがどのくらいかな、ブルも100キロも超えてる、いや、あの同じぐらいだと思いますよ。そうか、110キロとして220キロ、すごい、200キロを超す、これは大変な対決を迎えております。さあブルがロープに振った、そして今度はアジャを返した、さあもう一発いった、ドロップキックを見せました、アジャのドロップキック、さあ放送席の前であります、放送席の前、おっと放送席高
さんの一切攻撃、まともにブルナカノ、今のは効いてます。今の 5メートルぐらいのところであります。放送席のすぐ横、強烈な場外戦が展開されております。椅子攻撃は私の2メートル前、まさに火花が散りました。さあ今度はヌンチャクを持ってブルが場外戦であります。ブルとアジャ場外戦、火花を散らしております。迫力十分、迫力十二分であります。すごいですね阿部さん、こりゃ、なんとも怖くて大混戦ですね、これはもう本当に。あーっとっとっと、本部席だ、宮君大丈夫か。本部席の上、ああ何をしようとしてるのか。本部席の上でパイルドライバーところ、あーっとこれは参った。何パイルドライバーか宮君、いやー恐れ入りました。渡辺指針状態です。あーっとなんと本部席の机が真っ二つ、大変なことだ。そして場外戦、今度は鉄柱攻撃ブルがやられました。鉄柱攻撃ブルがやられました。折れた板を持ってブルーと行きます。今度はブルでやります。いやしかしね、本部席のあの机が真っ二つでしょう、今のパイロドライバーは。本当ですね、いやーこれすごい、これは今まだかつて見たことがありませんでした。大変なパイロドライバーであります場外戦。しかしね、傷ついているのはあのそれぞれ従っているね二人でしてね、まだあのアジャもそれからブルも塩野さんほとんど傷ついてません。はい、この本部席見てくださいよ。ちょっともうね見たくない、怖いよそれはね、すごいね、そして今リング上ようやくアジャそしてブルの対決を迎えました。さあヌンチャク攻撃だ。ヌンチャクがキャッキャッと光っております。いやちょっとね、本部席の方はもう宮城くん、しばらく修復は不可能ですよ。これねちょっと修復のしようがないんで。そして今渡辺智香と飛んでおります。カウントは2でやります。ようやくアジャそしてブル対決から今神谷そして渡辺対決にリンク上変わっております。ほっと一息はるそんな感じでやります。60分日本勝負、政権が飛んだ。神谷より政権一発、渡辺智香これはちょっと参った。そしてもう一回またも政権カウンターであります。お腹の真ん中に命中しております。さあダブルアームのスープレックスに行きました。神谷美織であります。相手が渡辺智子だったら大丈夫。そして今度はバット吉田が登場してまいりました。しかしブルタージの対決ってのはまだあの場内どよめいてましてもうあの余韻がね何とも言えない感じで残っております。そして伊藤薫が出てまいりました。どうするか。おお、このまま足を固めて、さあカウントは。ああ渡辺智子もあの相当足を引きずりながらなんとか、頑張ってますですね。いや福間は骨折して試合やるというのは常識では考えられませんけどね。はい、本当ですね、左足の甲を骨折している渡辺智子であります。まあしかしね、確かにあのスケールは小さいし、やはりあのアジャとそれからブルの対決には比べようもありませんが、2人が守っているということであの体の小さい選手よくやってますよね。やっぱりね、団構想ですからね。本当ですね、負けてられないと思いますよ。そういったところはねよく出ております。さあアジャパフォーマンスが出ました。バットトーレス連覇スターが炸裂しております。今日はなかなかあのプロレスの技を見せております。そして後ろに落としました。さあカウントが入る。カウントは2であります。渡辺カローを攻めてまいりました。今ガッチリとタッチいたしました。今度は神谷美織、おっツープラトンか。あー遠いかーと誤爆であります。アジャ誤爆、神谷美織止まりません。さあそこを渡辺智子捕まえた。神谷危ない、強烈な負けない一戦。さあもう一発いくか。マッキー投げであります。そして今度は両足を取ってコーナーポストに据えようとしております。どうしようというんでしょうか渡辺。さあ渡辺が強烈な技、片指の体勢に入りました。よく頑張っている。そして今度はフィッシャーマンの体勢であります。
大技を次々に出しております。しかしカウント3を取ることはできません。そしてバット吉永トップロープに上がっている。今度はどういくんでしょうか。ヒップは落としました。そしておっとブルダブルダ、これは大変だ。ハーブルダコーナーポストに上がった。仁王立ちからギロチンが出ました。おっと顔が顔面真っ青になった。これはどうでしょうか。神谷大丈夫か。いやいや神谷美織危なかった。なんとかカット戦法構想しました。今度はどうでしょうか。これも誤爆であります。6番投誤爆。そして伊藤薫が飛んでおります。さあこれはどうでしょうか。うまくいったか。あっとフットスタンプまたいった。はい得意技なんですけどもどの程度ボルに効いているか。ブルというのも相当効いてますか。やっぱりフットスタンプと思いますよ、はい、さあっと待ってました。これは大変だ。110キロがいったら大変だ。そして伊藤が行く。カウントはどうか。カウントは2であります。いや真似をしましたね今ジャッコングが。あーっとさあこのままカーカウント3つ入った。乱戦に紛れて最後はブルナカの一瞬の隙を突きました。伊藤ガウンカウント3。いや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 大変な60分日本勝負6人タッグマッチ大垣城ホール脇に置きました。最後はあの素早いブルナカの動きだったんですけども、それにしてもアテの裏剣がね、伊藤に当たってたんですか、はい、誤爆したというかね。あなるほどね、はい、まあ、大宮の言葉覚えてるか。あれあれまたあのフジテレビ杯特等のメントでコンビを組まなくちゃいけないという2人がマイクを持ち合ってね、また割れてますね。やってやるよ、ギリでタッグトーナメント優勝してやるよ。そのためにはまあこんなことぐらいで今までやる場合じゃないのは分かってるよ。でもお前でも戦って教えたわけじゃないからな。15日1日限りだろ。15日は精一杯とことんめちゃくちゃにやるぞ。さあ精一杯であるぞガッチが握手はしたんですけども、果たして後楽園ホールどういったことになりますか。まさに波乱を予感するような、うーん急をつける全日本女子プロレスであります。しかしまさに全日本女子プロレスもですね、戦国時代を迎えていろんな派閥が対立して、はい、大変ですね。ちょっと複雑すぎるという気もしますけどね、はい、戦いの構図がね。そうですよね、はい、それから今日はあの本部席が大変だったね。今あの本部席ちょっとあの映してもらってますけども、あの本部席に座っておりました三宅アナウンサーはもうびっくり仰天であります。見事なチームワークを見せました獄門島の面々こちらの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。まあ今日の試合は、まあ、もちろん素晴らしいチームワークで勝ったんですが、それよりもやはり後楽園の話は聞きたいですね。最後の言葉通り1日だけ、とにかく1回きりだけども組むからには絶対に優勝する。相手は北斗山田です。別に相手は誰でも関係ないけど、とにかく今北斗ともね、団体構想がね、新対抗で戦ってる相手だから、うん、とにかく負けられない相手ですよ。何分ですか。5分以内に必ずつけます。そうですか、期待してます。お疲れ様でした。その勝ち私は絶対必ずホール取ります。あれじゃない、私がホール取ってやる。いや今日は本当に暑かったし、汗びっしょになりましたですけども、それにしてもブルナカのアジャコング、この2人のその迫力改めてね今日はあの私も実感しましたね。そうですね、やっぱり今の選手の陣容の中で抜けてますね。抜けてますね、ちょっと違いますね。まさに格闘技者でね、はい、これからまたあのブルアジャ次々に新しい、そしてあのファンにね、またアピールするようなこう歴史を作っていってもらいたいと思いますね。そうですね、はい、それでは今日のフィニッシュシーンご覧いただきながら、今日は大垣城ホールからお別れしてください。ごきげんよう。